シャバーベ、アジア新聞チャンネルの矢田美洋でございます。今日は台湾の TSMC と韓国のサムスン電子についてご紹介いたします。まずはインテルに絡んでサムスン株が急上昇したニュースを和訳いたします。毎度おなじみ自由時報より。タイトル、インテルが壁にぶつかる、サムスン電子株価が急上昇、5ヶ月ぶりの高値。インテルが先週、7ナノメートル製造プロセスにおいて開発の遅延があることを認め、外部への生産委託拡大を検討する方針を示した。そのため TSMC の株価がここ数日上昇しているのとともに、 TSMC のライバルであるサムスン電子の株価も同様に急上昇している。サムスン電子の株価は3日連続で上昇しており、今日だけで一時的に 5.8% 上昇し、5ヶ月ぶりの高値を更新した。現在サムスン電子の株価は 58,200 ウォンであり、終値としては 4.68% の上昇となった。ロイターの報道では、野村証券のアナリストの CW チュン氏は、インテルが7ナノメートル製造プロセスの開発において遅延が発生したことにより、サムスンが利益を受ける可能性があると述べた。それはインテルが外部への委託生産をさらに拡大することが考えられ、サムスン電子全体の総売上に占める割合に対してチップの委託生産は非常に小さいものの、それはチップ委託生産の規模が小さいわけではないと分析している。 TSMC の市場価格はサムスン電子よりも高いと言われており、さらにはサムスン電子は TSMC とのチップ委託生産における競争を拡大している。サムスン電子は昨年2030年までに133兆ウォンを投資し、メモリー以外のチップ生産のシェアを奪うと宣布した。はい、以上が記事の和訳でした。あれ？アジア新聞チャンネルは台湾や中共に関する情報をメインに動画配信してるんじゃないの？なんでサムスンなの？と思われるかもしれませんが、今回は台湾側の視点から解説してみたいと思います。このニュースでインテルが半導体製造において7ナノメートル製造が事実上壁にぶち当たっている状態だとということがお分かりいただけたかと思いますが、そもそもこのなんとかナノメートルって何なのということになると思います。これは回路線幅が7ナノメートルで製造できるということで、この回路線幅が細ければ細いほど性能と省電力の向上、そして生産コストを低減させることができるわけです。簡単に言ってしまえば、2015年には14ナノメートルが量産されていたわけですが、現在は7ナノメートルが量産されているわけで、例えば2000年頃に生産されていたのは130ナノメートルですので、20個の IC チップが必要な機器が今であれば1個で済んでしまうので、製品の小型化が進むわけであります。で、今回インテルは7ナノメートルでの製造において壁にぶち当たっているわけで、その委託先として選ばれるのが台湾の TSMC と韓国のサムスン電子であります。こちらに関してニュース内にあったように、 TSMC の方が若干お値段が高いわけで、コストだけを見るとサムスン電子に分があるわけでございます。しかしこれには実は裏があるんですよ。この回路線幅を細くする技術はどんどん壁が高くなっており、2017年に12ナノメートルの時点ですね、台湾のチップ製造メーカー UMC が開発を諦め、2018年にアメリカのチップ製造メーカーのグローバルファウンドリーズも7ナノの開発をやめると声明を出しました。そして今回のニュース、インテルの7ナノメートルの開発の雲行きが怪しくなっているというものでした。さらには7ナノメートルの開発責任者であるムルディ・レンドチンタラ氏がインテル社を退職するという情報もあり、台湾メディアではインテルは7ナノメートルの開発に遅延が発生しているのではなく、実質諦めたのであろうと推測しております。このように回路線幅が細くなるにつれて、チップ製造メーカーがどんどん淘汰され、現在7ナノメートルのチップを量産できるのが TSMC とサムスン電子の2社になってしまったわけであります。そして今後は5ナノ、3ナノ、2ナノとなっていくわけですが、実はサムスン電子は5ナノの開発を諦めております。しかも7ナノにおいても良品率、性能ともに完全に TSMC に劣っております。言い方を変えると、サムスンは7ナノ量産ができるようになったのですが、
はあはあ、ぜいぜい言いながらようやく達成できた感じ。一方で TSMC は息も切らさず涼しい顔で7ナノのステージに到着したというようなイメージでしょうかね。さて、これからが売りならファンタジーというか、とんでもない発想を出してきたのがサムスン電子でございます。5ナノの開発は諦めたと申し上げましたが、なんと3ナノに挑戦すると言っており、昨年5月 GAA 技術というものを使って3ナノが作れ、2021年には量産できると発表しました。その頃 TSMC ではまだ3ナノの量産が2022年と予想されていたわけで、台湾はサムスンの脅威に震え上がっていたわけでございます。ところがサムスン電子が言う GAA 技術による3ナノってどういう感じなのと調べてみると、前向きな言い方で言うと新しい発想による製造方法だということですが、今までのチップ製造とは異なる方法でチップを製造するということが分かりました。 GAA 技術は従来の製造方法よりも性能でも劣り、コスト面でも劣るというもので、同じ3ナノでも完全に異なるものであることが分かりました。さらには今年7月に最新情報なのですが、 TSMC は従来の製造方法で2ナノを作れると発表したばかりであります。ここまでの状況を振り返ると、7ナノでは TSMC が涼しい顔してゴールしたのに対して、サムスン電子は息を切らせながらゴールした状態でした。そして5ナノの競争はサムスンがおり、 TSMC だけがゴール。そして3ナノの競争ではまたサムスンが出てきて、売りならは新しい方法で3ナノというゴールに向かうにだと反則技を使ってゴールしたけど、やっぱり息を切らせながらゴールという感じ。一方で TSMC は相変わらず涼しい顔してゴールという状態でして、さらにはゴールの後に、あ、うちはもう2ナノを作れるようになったんだけどねと格の違いを見せつけたという感じでしょうかね。はい。さらには TSMC の現在の会長である劉徳音氏は、7月に行われた投資向けの会社説明会の場で、サムスン電子の作った3ナノは偽物の3ナノだという厳しいコメントを出したほどでございます。どういうことかというと、サムスンの3ナノというのはチップ全体が3ナノで製造されているわけではなく、部分的に3ナノ、それ以外は5ナノもしくは7ナノというように、一部を3ナノにしているだけのものであることを指摘しております。ですので TSMC の会長の劉徳音氏は、サムスンの3ナノは実質 TSMC の5ナノ相当のものだと酷評しております。この違い分かりますでしょうか。分かりやすく例えるならば、国産野菜を使った野菜ジュースという製品があったとして、一つは 100% 国産野菜を使ったジュース、もう一つは人参は国産だけどそれ以外の野菜は外国産も含まれていますという野菜ジュース。同じ国産野菜を使った野菜ジュースではあるものの、やはり安心度が違いますよね。ちょっと例えが悪かったかもしれませんが、つまりは TSMC が言う3ナノは従来方法で作られた 100% 3ナノメートルのチップであって、サムスン電子が作ったのは3ナノを一部使用しているパチモンのチップという風になるわけであります。半導体製造においても国民性の出る事象だと思い、今回取り上げてみました。ちなみに今後の展開として、サムスンはフルスペックの3ナノを量産するには非常に高い壁を乗り越えなければならないので、今後は TSMC の独り勝ちになるだろうと言われております。というのも、今までのライバルはサムスンとインテルでしたが、インテルが7ナノの入り口手前で立ち止まり、サムスンもギリギリ7ナノのゲートをくぐったものの、息をぜいぜい言ってちょっと休憩した後にズルをして3ナノのゲートをくぐった状態。しかし TSMC はひたすら次なるゲートに向けて走っている状態であります。なぜ TSMC がこれほどまで難しい壁を乗り越えられてきたかというと、インテルはチップ製造よりも CPU 製造販売が本業であり、そちらで稼ぎが多く、サムスンも総合家電電子部品メーカーであるので、スマホ、テレビ、電子部品の製造販売で稼ぎ出しており、半導体チップの製造がたとえ傾いたとしてもなんとかなるわけでございます。しかし TSMC には簡単に言ってしまえば、
半導体チップの製造しか残された道はなく、研究開発に莫大な資金を投入しているため、高い壁を乗り越えられてきているわけであります。日本には一つのことを極めてニッチな世界で圧倒的な世界シェアを持っている企業がたくさんあると思いますが、TSMC も最先端半導体チップという分野で今後大きな世界シェアを持つようになると思っております。株価も6年前の株価は100元前後でしたが、7月30日現在433元前後と4倍以上にも値上がりしておりますし、1年に3から4回、年間でだいたい 2% ぐらいの現金配当が行われているので、非常に優良株であると思っております。一口1000株なので、現在であれば一口150万円ほどで買えるので、買ってみたいなぁと思うものの、ちょっと資金繰りが厳しく手を出せてない状態であります。いずれにしても半導体業界においては、TSMC の一人勝ちが予想されているわけで、それにまつわるニュースから、相変わらず、かの国の人たちは奇想天外な発想で競争しているということが改めて分かりましたね。ものづくりの国、日本と言われますが、台湾もその気質を持っていることが分かったニュースでもあると思います。はい、本日は以上となります。それではまた次回をお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。